手相人生大逆転、あなたが開運する年齢はここ。人気占い師にガチで聞いてきた。人生大逆転の可能性がある手相と、そういった大きな転機が起こり得るタイミング、この点について今回は雑学シアターと占い師相原康人さんのコラボ企画としてお伺いしてきましたので、あなたにもシェアしたいと思います。早速ではありますが、まず人生大逆転の可能性がある手相を紹介する前に、開運の年齢を示す流年法の考え方を知らなくては、いつ頃あなたに転機が訪れるのか分かりません。今回は最初に生命線と運命線の流年法について簡単に学びましょう。流年法とは、流年法とはその手相の持ち主が何歳でどんなことを経験するのかが分かる測定法のことです。占い師や流派によって差があることがありますが、今回はその中で一つのパターンをお伝えしていきたいと思います。これを知ることで、あなたがどのタイミングで人生逆転に至るような転機があるか知ることができます。生命線の流年法。まず人差し指付け根部分の幅を生命線上に取ります。その点を21歳と設定します。生命線の始点を15歳として、そのちょうど中間点を18歳とします。続いて15歳から21歳と同じ幅で生命線上に点を取り、それぞれ29歳、40歳、55歳、81歳とします。さらにそれらの中間点を25歳、34歳、47歳、67歳とします。その他の年齢はさらに細かく分けて考えていきます。運命線の流年法。手のひらと手首の境目の横線、手首線と中指の付け根部分を結ぶ直線の中間点を30歳とします。その直線を4等分し、下から4分の1地点を21歳、下から4分の3地点を52歳、そして終点を100歳とします。それぞれの中間点を25歳、35歳、70歳とします。その他の年齢はさらに細かく分けて考えていきます。それでは具体的に人生逆転の転機となる手相、そしてそのタイミングを見ていきましょう。チェックポイントその1。まずあなたに見てほしいポイントがあります。それが運命線の切り替わりです。運命線とは中指方向に伸びる手のひら上の縦線のことを指しています。この運命線が例えば図のように途中で切り替わっているように見える場合、そのタイミングは何かしらの人生の転機だと言えます。したがってそのタイミングで人生が大きく好転するケースが多々あります。あなたの運命線の切り替わりは運命線の流年法上でどのタイミングでしょうか。例えば30歳の頃にこうした切り替わりがあったりすると、特に女性の場合は結婚などであることも多いですよ。なお人によってはそれが離婚であることもあります。その転機で起きる現象にはとらわれないでください。例えば仮に離婚であった場合でも、長い目で見ればそれが人生好転の契機になるということだからです。チェックポイントその2。運命線を引き続き見ていく中で、そこから枝分かれをして薬指下膨らみ太陽球や小指下膨らみ水星球に流れ込む視線がある場合、これも非常に開運、そして人生逆転の可能性が高い線です。仮にどちらの線も明瞭に入っているようなら、それは俗に覇王線などと呼ばれ、最強の手相ともされています。もし仮に今が非常に苦しい状態であっても、お金や財運に恵まれ、そこから人生が少しずつ良くなっていくことでしょう。チェックポイントその3。
生命線上を支点とし上昇の線が出ている方も今後の人生において逆転劇が待っているかもしれません。この線は開運線などと呼ばれ、厳密に細かく見ることもできますが、どの方向に向かっていてもいずれにしても開運が期待できる線だと言えます。この開運線がある場合は生命線の流年法を参考にしてその開運のタイミングを測定してみてください。仮に運命線の切り替わりのタイミングと重なるようなことがあれば、それはおそらくあなたが人生逆転できるタイミングでしょう。あなたには人生逆転の可能性がありそうでしょうか？そしてそのタイミングは分かっていただけたでしょうか？もしよかったら高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントもよろしくお願いします。なお、動画説明欄箇所には相原さんのことも詳しく掲載しています。興味があればこちらもどうぞ。